海上保安庁大型巡視船巡航型3番艦弓張が浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、この大型巡視船弓張浸水式を詳しく見ていきますね。尖閣への大型巡視船強化は、本当に頭が下がります。が、まだ、巡視船の数が足りないのも、事実、170億円建造費で、海上保安庁はよくやっています。あなたは知ってました。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が、建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船、弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられた。巡視船、弓張は大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦、巡航、2番艦、朝凪に続く3番艦として建造が進められてきたものである。海上保安庁における巡航型巡視船は BHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦である。巡航型巡視船は今回の3番艦、弓張を含めて3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航は、すでに、2020年2月に、鹿児島の第10管区保安本部に、配属が行われている。2番艦の、朝凪は、昨年2022年6月に、浸水を迎えており、3番艦の、弓張と、同様に、この2023年度中には就役する予定とめされており、巡航型巡視船の建造費は、1隻あたりおよそ170億円強と公表されている。海上保安庁の大型軽巡視船といえば、総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うが、同型は、軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費は、およそ260億円強と高額であった。そのため、巡航型では、建造費用の低減もポイントとなっており、商業用の船舶と同様の構造を採用することで、コストダウンを目指し、先述したような金額を実現、イメイ型に比べ、3分の2ほどで収めることに成功している。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン。全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保している。巡航型巡視船は、排水量が大きい故事にも比例して、海上保安庁の巡視船の中では、兵装も充実しており、主兵装には、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の40ミリ、単装機関砲1機を装備している。これに加えて、巡航型巡視船は、副兵装としては、アメリカは、ゼネラルエレクトリック社製の20ミリ、の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では、最も重武装が施された船の一隻だと言ってよいだろう。また、巡航型巡視船の最大の特徴でもある、ヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューマ MK、IITAS を、2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も、常時2機を搭載する運用とされている。こうしたヘリコプター2機にプラスして、巡航型巡視船では、4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて、
他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもある。巡航型巡視船が、こうした、いわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には、尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化である。今回進水を果たした巡航型巡視船の3番艦、弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海峡局の船舶に対抗することが企図されている状況だ。尖閣諸島の周辺海域は、海上保安庁の組織においては、第11管区海所保安本部が管轄しており、そこでは、沖縄方面の東シナ海や太平洋、フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は、沖縄本島の那覇に置かれている。海上保安庁の中で、この第11管区海所保安本部は、最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから、特に警備体制を強化している。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは、1971年以降のことだが、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って、以後、中国側は自国の海峡局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ている。それは、尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるが、小石原慎太郎氏は、尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して、以後、中国の強硬路線は強まった感がある。結果として、政治的には、尖閣諸島は、東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して、現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお、一層、中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろう。そして、そうした中国側の動きに合わせて、日本側も、尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は、尖閣諸島の周辺の領海に対し、専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織された。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には、一旦の完了を見たが、中国海峡局は、海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっている。海上保安庁側としては、尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも、同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ、同海域に、長期間とどまっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させている。その一環として、今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張の進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっている。すでに、2012年度の時点では、第11管区海所保安本部に配備されていた大型の巡視船は、7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるが、中国海峡局の船舶の増加数には、全く追いついていないのが実情だ。
昨今の中国海峡局は、組織の改編に伴い、軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶も、それに準じても、もともとは、中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には、76ミリ、モノ主砲を搭載したものまで存在している。それらの中国海峡局の船舶は、4隻で、一つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に、日本の船舶が現れると、集団で、その行動を妨害する動きを加速させ、事実上、日本の漁船の自由な操業を困難にしている。そうした現状にあろうことか、日本の海上保安庁の対応が、弱腰であるとの批判の声も、一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は、国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろう。中国は、こうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においても、その領有を主張して、周辺国との圧力が絶えないが、経済力を背景に、海軍や中国海峡局の増強を続け、その実力をもって、自らの主張を押し通そうとしている。にもかかわらず、なぜか、日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米、親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ、人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だ、その傾向はやむことはないと、実感させられる。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのならば、仮に、イデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが、一体、何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられない。も、が味方護衛艦の収益が、かなり急ピッチで進む中、2023年3月には、4番艦のみ、熊も収益します。建造能力もすごいのですが、何よりもが、味方の性能が、異次元との情報をキャッチしました。今回は、この三熊護衛艦収益間近と、その性能を詳しく見ていきますね。ロシア海軍のアドミラル艦が沈没していたけど、あんなのより数段性能はいいですし、少人数化が世界も驚きだと感じています。中国の055型とは別物です。2023年を迎えた日本では、昨年末に閣議決定された、安保関連3文書の内容に基づいた防衛力の強化が各分野で具体的に進められていくこととなり、従来と異なり反撃能力を有する装備の拡充が注目を集めている。そこでは、有事の際に敵の領域内への攻撃を行える兵器としてスタンドオフミサイルの重要性が大きく打ち出されており、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が、大きなウェイトを占める。確かに、ここまでの大掛かりな自衛隊の装備のベクトルの見直しは、近年稀に見る戦略、戦術の大転換であり、昨年2022年の参議院議員選挙で、与党である自民、公明両党が、勝利を収めていなければ、政治的にも困難だったと予想される。また、昨年2月にロシア・ウクライナ戦争が兴起したことが、日本のこうした防衛政策の転換にとっては、言い方は悪いかもしれないがある種の追い風になった側面も否定できず、
防衛費の増額を打ち出しやすい空気を醸成した感もある。そうした意味で、日本の防衛政策という視点からは、激動とも言うべき変化が感じられた2022年だったが、海上自衛隊の新型護衛艦として、従来にない多目的な艦艇であるもが、身型が収益を開始したことも、特筆に値するだろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが身型は、2022年3月に、2番艦の熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、も、がみ、そして、年末の12月に、3番艦の、の城が収益を果たし、日本の海を守る一員に加わっている。そして、今年2023年は、ここに、さらに、3月の予定で、4番艦の、三隈、年末の12月に、5番艦の、矢作が収益を迎える計画となっており、今年を含めて、1年で、2隻ずつ、がしばらくの間継続して増加していく、状況となっている。現時点では、これらもが、身型護衛艦は、全体で、22隻の建造が見込まれており、一艦種を長期間運用することについての弊害も指摘されつつも、おおむね収益から数えて、40年間ほどが、使用期間として想定されている、状態である、も、が、身型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という、新たな艦種記号を冠されているが、これには、艦艇の規模を示す、フリゲート艦の意味と、多用途、機雷を指し示す意味とが込められていると、解釈されている。海上自衛隊では、近年は、一定規模以上の艦艇を、すべて護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分は、アメリカからの供与を受け、1950年代から、1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来となった。そうした新たな艦種記号、FFM を冠されたもが身型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの規模を誇り、世界的に見て、フリゲート艦としても、大柄な部類に入る。ちょうど、2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの1番艦、アドミラル・ゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して、航行に出たことが、報じられた。ロシア・ウクライナ戦争において、このところ、地上戦で、芳しい戦果を訴求できていない、ロシアのプーチン大統領は、この、アドミラル・ゴルシコフを航行させることで NATO 加盟国に対して恫喝する材料を増やした形である。ロシアが喧伝するほどに、ツィルコンが NATO 加盟国に対して、効果を発揮するのかは、現時点では何とも言えないが、ロシア側曰くは射程距離で 1000km 以上、飛翔速度は、マッハ9以上のため、迎撃は困難だと主張している。このツィルコンを実装するとされるアドミラル・ゴルシコフだが、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル、全幅が 16.0 メートルの規模であり、も、が、身型護衛艦と、かなり近似値である。ただし、海上自衛隊のもが身型護衛艦と、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの最大の違いは、その主兵装にあり、前者が、最大で、VLS、垂直発射艦を、16セル搭載可能な前者に比して、後者は、倍の32セルを装備している。そうした兵装の面からも感じられるも、が、身型護衛艦の特徴は、水上戦闘艦として、重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、敷設の能力を付与された多用途艦である点に、
尽きるだろう。それらに加えてもが、身型護衛艦は、外観のイメージ通りに、従来艦に比して、大幅にステルス性を考慮した設計となっており、中国海軍による南西諸島方面への圧力に対抗する上で、多用途性に重きを置いたことが伺える。身型護衛艦は、これまでのところ、おおむね、一隻あたりの単価では、500億円弱の建造費であることが明かされているが、海上自衛隊では、これらよりさらに安価で小型な艦艇である、哨戒艦も、今後は建造していく、方針を打ち出している。結果として、最後の防衛計画の大綱となった、2018年分の同文書の中で、初めて言及された哨戒艦は、一隻あたりの建造費が、およそ90億円という、定額な小型の艦艇であり、どちらかといえば、海上保安庁の巡視船に近い印象を受ける。哨戒艦は、基準排水量が1920トン、全長 95.0 メートル、全幅 12.0 メートルほどの艦隊に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたのコッドラード方式を採用。最高速度は20ノットほどで、搭載する兵装も30ミリ機関砲程度と考えられている。こうした哨戒艦やもが、身型護衛艦の使用を鑑みるに、今後の海上自衛隊は、ますます激しさを増すことが予想される南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが見て取れるだろう。その意味において、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショアの代替を担う艦艇として、計画が進み、新造されるイージスシステム搭載艦らと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針だと解釈される。ちなみにもが身型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された阿武隈型護衛艦、艦首記号は、DE の後継艦にあたり、同艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの規模であった。阿武隈型護衛艦は、一番艦で、ネームシップの、阿武隈が、1989年、最終6番艦の、トネ、は、1993年に、就役をしているが、すでに、トネ、であっても、艦齢は、今年で30年を迎えることから、遠くない将来での退役が見込まれる。すでに、阿武隈型護衛艦の前級であり、1983年と1984年に、2隻のみが建造され、太夫張型は、すでに、2010年に、退役を迎えており、海上自衛隊としても保有、運用する艦艇の新陳代謝を、必要な防衛力との兼ね合いの上で進めていくことが、急務となっている。必要とされる乗組員の定数から見た場合、阿武隈型護衛艦は約120名、もが、身型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と非常に少ない人数での運用が可能なほどに省人化が図られている。しかし、日本の少子高齢化の傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても必要数を充足させることは容易ではなく、防衛費の増額は図れたものの、課題は尽きない。陸上自衛隊や航空自衛隊に比しても、海上自衛隊で艦艇への勤務になれば、携帯やスマホがほとんど使用できない環境下に置かれるため、そうした勤務への希望者は圧倒的に少ないであろうことは想像に難くないのが現実だと言えそうだ。
み次時期イージス艦建造で国連恐れるイージスシステム搭載艦は、最大級、4方向3次元索敵で迎え、反撃型で、ミサイル無効化を詳しく見ていきますね。日本を敵視する国々が、日本本土を攻撃できる、弾道ミサイルは多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は、喫緊の課題である。防衛省は、弾道ミサイル攻撃から、国民の生命、財産を常に守り抜くための能力を抜本的に向上させることを目的とした、イージス・アショア、2機を導入すると、2017年に決定していた。しかし、2020年12月18日、いろいろな問題点を解決することができず、イージス・アショアの配備を断念し、代替案として、既存のイージス艦よりも、はるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表した。2022年12月16日、敵のミサイル発射基地などを潰す反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定された。日本の近隣国では、北朝鮮がミサイル実験を繰り返し、ロシアはウクライナに侵攻しており、いつ矛先を変えてくるかわかりません。ウクライナへ侵攻する以前に、日本を攻撃する案もあったと報じられている。そして、中国の軍事力の整備が進んでいて、アメリカを凌駕する勢いだ。これらの理由から、日本は、最悪の事態を想定し、迎撃だけの防衛から、反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換していった。ここで言う、反撃とは、敵が日本を攻撃してきた、手段そのものを叩き潰して、二度目以降の攻撃を完全に阻止することを指している。敵国から受けた攻撃を理由に、敵地本土に追撃することではないから、限定目標の反撃という形になる。攻撃してきた敵国の手段に反撃する手段とは、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展するとみられている。これらについては、それぞれの専門部隊が実施すべきであり、特に、イージスシステム搭載艦は飛んでくる、ミサイルの迎撃と、ミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する、護衛艦であるべきだ。日本は、孤立した島国であり、敵国のミサイルは、必ず海を渡ってくるため、その発射母体を撃滅することが、イージスシステム搭載艦の任務である。海上自衛隊の訓練や整備などのために、常時、周辺海域で任務を遂行できる艦数は限られていて、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないだろう。しかも、敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと、迎撃は難しいということがわかっている。つまり、日本周辺で常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒上中海域を、日本海において、最低2カ所、東シナ海、太平洋に、それぞれ1カ所の合計4カ所以上を設定する必要があるということだ。加えて、各海域において常駐、訓練、補給、整備をローテーションで行うとなると、3隻は運用しなければならない。ミサイルの再補給は、洋上では、ほぼ不可能であり、港へ戻らなければならず、あの広い太平洋に一箇所という数では少なすぎるが、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるでしょうから、ひとまずはこと足りると見積もられている。要するに、4箇所かける各海域に、3隻合計12隻以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるでしょう。海上自衛隊は、2022年時点で、
既存のイージス護衛艦を8隻保有しているが、これらは護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦であり、外洋で活動している。だからこそ、日本本土を敵国の弾道ミサイル攻撃から守る任務を遂行する艦として、初めてイージスシステム搭載艦が整備されることになったということだ。そこで、ここから日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて紐解いていこうと思う。一つ目は中国だね。中国はロシアと組んで極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中である。マッハ5を超えると言われている極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く複雑な軌道を描くことができるため探知、迎撃が非常に困難となっている。しかも、中国は弾道ミサイルに加えて巡航ミサイル YJ18 を開発しており、こいつは固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、最終段階では固体燃料で速度を上げて目標に到達する機能を持っている。さらに、中国は YJ18 を発展させた CJ100、ディフェンダー100、コチ100、をもすでに開発しており、こいつはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸ばしてきた。世界三大軍事国家である中国、ロシア、アメリカともに極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては非常に大きな脅威となってきた。二つ目は北朝鮮だよ。ご存知の通り、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を時期を問わず繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルをいくつも保有している。北朝鮮は2022年11月18日、世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験を初めて成功させた。この火星17号は最高高度 6040.9km という宇宙空間まで上昇し、距離 999.2km を約69分間も飛行して、朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾させたのだ。これは宇宙ステーションの高度が約 400km に位置していることから、その15倍以上の高さまで上げる技術を得得していることになる。ちなみに、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは、2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となる。最後の3つ目はロシアだよ。ロシアも多種類のミサイルを製造している。その中でも、カリブルは、今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となるのは間違いない。陸上攻撃型は、米国のトマホークに近い性能を持っており、対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るでしょう。また、対潜水艦型もあり、魚雷発射艦から発射する対潜ミサイルのスタンダード版になると言われている。発射母体は、トランスポートアー、エレクトアー、ローンチアー、通称、テルと呼ばれる地上の発射台付き車両のほか、艦艇、航空機、潜水艦である。陸上攻撃型である、3M14T と 3M14kg においては、射程が、最低でも、1500km を超え、かつ地形追従も可能とされている。2022年11月18日、北朝鮮と同様に、
ロシアは、RS-28 サルマト、通称、サタン2の実験を成功させた。プーチン大統領が、2018年の年頭教書で、アバンガルドは、隕石あるいは火の玉のように、目標へ到達し、ミサイル防衛システムは無力であると、発表していた。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約 200km で切り離され、マッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体のことを指す。これはさすがにウクライナ戦争ではまだ使用されていない。ここまでが日本周辺を取り巻く悪しき国々のミサイルを紹介したわけだが、最後に日本の海上自衛隊が保有するイージスシステム搭載艦の迎撃多数反撃容量について要約する。現在のロシアとウクライナの関係のように高い軍事力を持つ国々がある時侵略の意思を持つ場合も当然あり得ることだ。中国のように日頃から他国を力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力も十分に効果があるだろう。敵国の侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛機能を活用した迎撃多数反撃能力である。後者の反撃能力を1956年、2月29日に政府の見解として憲法上では誘導弾頭による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り誘導弾頭の基地を叩くことは法理的には自衛の範囲に含まれ可能であるとしていた。しかし日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったため、現在急いで脅威圏外から対処する能力を強化しているところだ。